卵かけご飯は、米飯に生卵を絡めた料理、またはその食べ方。調味料として醤油や、麺つゆが使用される。俗に、TKG とも略される。卵を生のまま用いること、主食の飯にかけて食べることなどから、日本特有の食文化とされる。近年は、外国人が、日本を訪れた機会や、日本の衛生基準に基づいた。 輸出鶏卵を購入して味わう例も見られる。古来より日本人が食する動物性の食品は魚介類が中心であった。仏教の不摂生界の影響と稲の新生史によって肉が穢れとみなされたことの影響によって牛肉や鶏肉の摂取は稀であった。家畜化された鶏は弥生時代に豚と共に日本列島へ伝来するが天武天皇 聖武天皇の代には鶏をはじめとする、摂賞金断令の御事のりが発せられ、鶏の卵も避けるべきとされた。戦国時代から江戸時代にかけて、西洋人が来航した西日本では肉食とともに、卵を食する文化が伝来し、カステラやボーロなどケーラ卵を使用した南蛮菓子も伝来した。江戸時代後期の天保九年には、鍋島藩の五字日記において、 客人に競応された献立の中に、おどんぶり製卵が見られる。近代に入った1877年頃、日本初の従軍記者として活躍し、その後も数々の先駆的な業績を残した、岸田銀行が、卵かけご飯を食べた明確な記録が残る日本で、初めての人物とされ、周囲に、卵かけご飯を進めたとされている。 銀行の様子を記した1927年発行の雑誌、水生江戸生活研究によると、味付けは、焼き塩と万象であった。その後の第二次世界大戦後の食糧難の時期は、鶏卵は希少品となったものの、昭和30年以降、卵が、庶民の味となってからは、味や栄養面で注目され、食卓の人気者となったという。現代日本では、 卵は生殖できる食品として認知されている。日本以外の国では、韓国のユッケ及びヨーロッパのタルタルステーキで生卵と、生肉や他の具材をかき混ぜる料理、あるいは食材の一部として生殖されている。他に薬用として卵が生殖されることがある。日本の国内産の鶏卵は、通常、厚生労働省の定める。 衛生管理要領に基づき食品消毒用事や塩素酸水溶液など殺菌剤で洗浄を行うなど病原体の付着を防ぐ安全のための措置が講じられ卵選別包装施設でパック詰めされる日本卵業協会によるとパック後2週間程度を年間を通して賞味期限としているところが多い元来生卵は サルモネラ食中毒などを起こしやすく安全に食べられる地域は日本など一部に限られている。日本国外では卵の生殖で食あたりする日本人が毎年発生するが生殖を前提にしている日本では鶏卵農家などによる卵の完全洗浄といった衛生管理全般が行き届いておりサルモネラ食中毒は2000年代以降に減少傾向を示している。 サルモネラ属菌は、鶏の長官に存在していることが多く、産卵後に糞便などから乱獲に付着する。日本では、GP センターでの選別時に、ジア塩素酸ソーダによる、殺菌処理を入れることもある。生卵を食べる場合、ひび割れた卵や割れた卵、割ってから時間の経った卵を使用するのは危険である。ただし、産卵後の汚染以外にも、 菌を保持している親鳥から卵巣や卵管を経由して菌が卵内に侵入するという感染経路もある。アメリカ食品医薬品局は食中毒を避けるための提唱として生卵の入手の際には殻が割れていないことを確認することや調理の際には十分に加熱することを挙げている。タンパク質の生態利用率は生卵で51%。 加熱された卵では91%であり、生卵のタンパク質の吸収率は、加熱された卵のタンパク質と比較して半分近く、吸収率が低い。卵白には卵黄に多く含まれているコレステロールを抑制する作用があるとする研究発表がある。一方、生卵ジロに含まれるアビジンには、ビオチンの吸収を阻害する性質があり、 生卵ジロ郎を長期間にわたり継続して大量に摂取することによりビオチン欠乏症を発症する危険性があることを指摘する研究発表も出されている。2006年3月には兵庫県豊岡市に卵かけご飯の店が開店した。2008年には岡山県久米郡三崎町に卵かけご飯を中心のメニューとした定食店が開店した。 三崎町は卵かけご飯を日本で最初に食べたとされる岸田銀行の出生地でもある。2009年10月10日には東京都の日比谷に卵かけご飯専門店が開店した。2000年代後半には卵の生殖習慣がない香港に向けて日本の食文化である卵かけご飯の市場開拓を目指す動きがある。 生卵は冷凍保存できないことから長期間の保存が難しい。南極観測隊では補給物資として半年フリーに振る舞われた生卵で卵かけご飯を作る隊員もいる。卵かけご飯専用醤油の一例卵かけご飯には飯と卵以外に何かしらの味付けをして食べることが多い。醤油やポン酢など醤油系調味料。 卵以外に加える具など様々である。卵をどのような状態にするかもバリエーションがある。卵を割ってホイップする機械も市販されている。卵かけご飯に合わせた調味料として卵かけご飯専用醤油も開発されている。醤油をベースに昆布や鰹節の旨味を加え卵との調和を向上させるために甘みを加えてある。 2000年代以降に数十社から商品化、市販され、メーカーによっては、関東風、関西風など、細分化されている。などが販売されている。卵かけご飯に合うように、または独自の風味を出すように調合された、調味剤も存在している。ありがとうございます。